こんにちは。乗り越えネット共同代表の前田です。歴史の中のヘイトスピーチ世界編の6回目になります。えー、難民の時代ということで、えー、20世紀、まあ現在もそうですが、えー、難民の時代になってしまった。それに対して国際社会がどういう対応をしてきたかというあたりの 触りの話になりますで、20世紀初頭のまあ最も大きな難民集団がアルメニア難民と呼ばれる人たちですまあ、日本ではあまり知られてませんけれども第一次世界大戦時まあ、1915年から18年にかけて当時のオスマントルコが えーまあ、ロシアと戦争する渦中、まあ、当時のトルコの東北部にいたアルメニア人が、まあ、邪魔であると、まあ、アルメニア人は、えー、キリスト教の国を作ってましたし、まあ、トルコの側はイスラムである、まあ、その宗教的な差異とそれから、まあ、ロシアとの戦場になる、まあ、予定された地域にアルメニア人が住んでいるということで。 まあ、邪魔者扱いをすることになります、まあそういう中で大量の虐殺それから強制移住、まあ、強制移住が先だったようですがそれに抵抗する人たちあるいは政治的に目覚めたアルミニア人の戦いも始まりますのでそういう人たちに対する迫害を行って大虐殺を行ってしまったというものです。まあ、トルコ側は今でも これは戦時の混乱で起きた事態であって虐殺ではないという弁解をしていますが、まあ、国際的にはアルメニア大虐殺アルメニアジェノサイドとして知られていますでその大虐殺、まあ、1915年なのできちんと計測されたわけではありませんが被害者は数十万人に上ると言われています数十万 という非常に多い数ですが現在のアルメニアの人口が300万ほどですから数十万というのがいかにすごい規模で起きていたかがわかるかと思いますただあの虐殺被害だけではなくて大量の難民となって逃れた人たちもいるのでの数十万の中には殺された数だけとは限らないと言われていますそこは不明のままです 難民の数も不明ですただヨーロッパに非常に多くのアルメニア人が難民として逃れたので、まあ、フランスとかオランダも含めて各地にアルメニア人あるいはアルメニア系の人たちが現在も居住されています。また、えー、海を渡ってカナダにかなりの数の人が逃げてアルメニア人の集中地域がカナダには作られているということです。 まあこういう形で世界をさまようアルメニア人ということでヨーロッパではよくまあ第二のユダヤ人アルメニア人という言い方をしますそれから次にユダヤ人ということになりますユダヤ人はまあ長い1000年単位のスパンでの迫害の被害を受けてます近代のヨーロッパになってからもさまざまな差別を受けているわけですが とりわけ20世紀になるとナチスドイツによる迫害ということでここから流れて難民になった人たちが大量にいますかつてヨーロッパにおけるユダヤ人の、まあ、強制収容所を虐殺する被害者数600万ということが言われたことがありますこれ後にポーランドで公式の数は180万という数字が出て その時から600万という数の信憑性というのはいろいろ言われてるんですがただ大ざっぱに言うとヨーロッパのユダヤ人が600万人減少したというのが事実でそのうち数百万人がアメリカに亡命してますしたがっておそらく数百万の虐殺はあったけれども、まあ、600万というのは最大のマックスの数字で虐殺だけではない。 ということになるかもしれませんまそうは言っても膨大な人々が虐殺されたことには変わりがないのでま20世紀の最大の悲劇として記憶に留められていることになりますまこういう形でアルメニア人難民ユダヤ人難民こういう人たちを前にして20世紀前半に国際社会は難民にいかに対処するかという対策を始めます いいくつかの協定なども結,べ結ばれていますただまとまった国際文書になるのはもう少し後のことになります。で19世紀以来続いていて20世紀の、えー、アルメニアユダヤ人それぞれの難民現象を前にして国際法上ノン・ルフールマン原則というものが確立してくることになります。 ルフールマンというのは送り返すことでノン・ルフールマンで不相関つまり難民は送り返してはいけない難民を保護しましょうという考え方です難民は主として当時の難民というのは政治的に迫害を受ける宗教対立で迫害を受ける身に危険が及んだので逃げてくるわけですからその人たちを送り返すと、えー、殺されてしまう そういう悲劇につながりかねないので難民は送り返さずに保護しましょうというのが国際法の原則になりますで当初はアルメニア人と特定の難民集団に関する協定が取り結ばれていきますユダヤ人についてもそうですそうした経験を踏まえて第二次大戦後1948年に世界人権宣言の中に 記号を求める権利という規定が設けられることになります。このノンルフルマン原則を明文化していくということになりますで。その間に起きた著名な事件を2つほど紹介しておきますが、1つが第一次大戦を引き起こしたドイツの最高責任者であったドイツ皇帝ヴィルヘルム2世です。 第一次大戦の講和会議ベルサイユ会議の中で第一次大戦後の戦争処理の一つ駒として戦争犯罪法廷を設置するということが決定されこのヴィルヘルム2世を裁判にかけることになりましたその時の裁判官というのはイギリスアメリカフランス日本などですで日本はこの時裁く側に回って私が裁くと言っていたわけです ところが、ビルヘルム2世はオランダに亡命しました。亡命もレフジーで、まあ、難民と同じです。そうすると、オランダ政府は逃げてきたビルヘルム2世を送り返さない。保護しなければいけない。ということで、まあ、オランダ政府は非常に苦慮するわけですね。まあ、英米普通日などに対しては、ビルヘルム2世を引き渡さなきゃいけないのか。いや、でも、 逃げてきた亡命者だから引き渡さない。苦慮した結果、オランダはやはり国際法の原則を守るということで、相関しなかったわけです。このために、この裁判はできない。被告人がいないので、裁判はできなかったということになります。これが後の、え、ユルンベルグ裁判、東京裁判につながります。それはまた別の機会に触れることになります。 もう一つ有名な事例これは日本関連ということになりますが杉原中年の「命ののビザ」というものですこれはユダヤ人難民が逃げてくるで当時バルト海の東側今でもロシアとフィンランドの間になりますがそこにバルト三国と呼ばれる国がありますリトアニアエストニアラトビアという3つの国がありますが その中のリトアニアに日本の領事館があったわけです。カナウスという町に日本領事館があった。そこにユダヤ人が逃げてきてビザが欲しいと。日本のビザを取れれば逃げることができる。ということで大量の人々がリトアニアにやってきます。で実は日本政府は機密命令を出して領事館にビザを出すなと。 ユダヤ人なんか助けなくてよいということでやっていたわけですが幼児館の責任者だった杉原中根氏は政府の命令に反して数百人の難民を助けるということで短期間に膨大なビザを発給するわけです東京にばれないうちに出してしまえということで一生懸命ビザを出し続けて ユダヤ人難民がこれによって救われるということになります。多くのユダヤ人が日本経由でアメリカへ逃げた、そして助かったと言われています。でこの日本政府の機密命令っていうのは長い間秘密にされていて、えー、日本政府がさもユダヤ人を助けたかのように嘘をついていた時代もあるんですが、実は杉原氏が自分の、えー 命を懸けてという形になると思いますがユダヤ人を救っていたのだということで後に知られることになりますさて第二次大戦後難民条約という条約が締結されますこれは主にユダヤ人難民を蔓延してということになりますが、まあ、世界人権宣言に非,非合を求める権利が掲げられ 様々な基本的人権の条項が書き込まれたのでそれを前提とすれば、えー、難民にも様々な基本的人権を保障しなければいけないすでに国連が作られていましたから国連としても難民の権利を確認しましょうということで難民条約が作られることになります難民の地位をどのように国際的に定めるかというのが基本的な中身そして 難民問題を解決するためには国際協力が不可欠であるということが確認されていきます、まあ、さらに国連の機関として難民高等弁務官というのが設置されることになりますまあ弁務官なんてちょっと聞き慣れない言葉ですけれどもハイコミッショナーということで高等弁務官という役職が国連には2つあります1つが難民高等弁務官 もう一つが後に作られた人権高等弁務官というものでこの二人の弁務官をもとにそれぞれ組織が作られて難民高等弁務官事務所人権高等弁務官事務所があって難民の保護や人権擁護のために今日も国際的に活動していますとりわけ難民高等弁務官事務所は紛争地その他にたくさんの事務所を設置してですね 世界各地の難民救援をしている組織ということになります。でこの1951年の難民条約で難民の定義が掲げられています。で最初の産業ほどということになりますが、1926年とか28年、33年、38年、39年、まあ、いろんな取り決めや条約が結ばれてますが、 これはアドホックに作られた、その都度その都度当座の必要のために作られた取り決めや条約で、この中で認められた難民を助けましょうという国際協定を結んでいます。それによって難民と認められているものが、まず難民であるという定義です。これは難民の定義によって難民として認められたもの <laughs> と言ってるに過ぎないので、何を言ってるかちょっとわかりにくいかと思いますが、 基本的にはユダヤ人、ヨーロッパ各地のユダヤ人難民が念頭に置かれていたということになりますで。さらにもう一つ難民の定義があります。この51年の条約ですので、条約以前に生じた事件の結果として生じた難民ということで、最初の4行ほどですが、ちょっと読み上げますが、 1951年1月1日前に生じた事件の結果としてかつ人種宗教国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいるものであってその国籍国の保護を受けることができないもの これが難民の基本的な定義になります。その残りもそれに準じるもので、またはそのような恐怖を有するために、その国籍国の保護を受けることを望まないもの、及びそれらの事件の結果として、上居所、まあ、居住地から外に出ていった無国籍者、そういう人たちも含めて難民の定義がなされているということになります。 ですから特定の集団のメンバーであるあるいは政治的意見が理由にされて迫害を受けるそういう恐れがあるという人たちということになりますで迫害というのは難民の定義にも関わりますが国際人道法上は人道に対する罪としての迫害という犯罪類型があるように、えー、大規模に行われる、まあ、ヘイト なわけですねそういう迫害を受けるそのために恐怖を感じているそして自国に保護してもらえないあるいは自国に帰ると危ないそういう人たちが難民であるということになります。で難民条約は第2条で各国の一般的義務として難民を保護しましょうとか強制送還してはいけないとかそういうことが決められます。 第三条では無差別、まあ、難民を差別してはいけないということがありますまた特にまあ宗教的理由での迫害が多かったので第四条に宗教の自由が掲げられていますさらにさまざまな条項がありますが第十二条俗人法その人の母国の法で認められているものを なるべく尊重しましょうということになりますあるいは第13条で動産不動産の保護もありますまあ実際には国を逃れて外に出てしまうと母国に持っていた動産不動産というのは失われてしまいますけれども、えー、保護できる場合には保護することが必要になりますまた第15条で結社の権利あるいは16条裁判を受ける権利 17条は賃金を支払われる職業に就くことができるように支援しましょうということがあります。21条で住居、22条で教育、そして23条で公的扶助の対象に入れましょうということで難民の法的地位とそれに見合った権利保護が掲げられていることになります。で、後に難民の地位に関する議定書、 というのはこれは1967年ですから16年後になりますが,新たに議定書が作成されますでここでは、えー、1951年以後に、えー、生じた難民という現象もあるのでこれまた後で触れますが、えー、そうした人たちも含めて全ての難民に等しい地位を与えることが望ましいということが確認されます。 1> で第1条で定義がなされてますが、えー、これは条約,条約上の難民についての保護規定をちゃんと適用しましょうということが確認をされますで、後でと触れたのが、えー、実はパレスチナ難民ということになります、えーまあ、アルメニア人難民が最大規模の難民であった ところがユダヤ人難民がそれをはるかに凌駕する形になりますが残念なことに第二次大戦後さらに大規模な難民が発生することになりますそれがまあイスラエルパレスチナ関係の中で生み出されたアラブ人難民まあ通常パレスチナ人と呼ばれてますがイスラエルパレスチナ地域に居住していたアラブ人ですこれは1948年にヨーロッパユダヤ人 まあ、ヨーロッパだけではありませんが各地のユダヤ人が、えー、イスラエルに、えー、祖国を作ろうということで帰還していくわけですがそのことによってそれまで居住していたアラブ人を迫害し追い出してしまうということが起きます。えー「ナくバという言葉で呼ばれていますが、まあ、ホロコーストに匹敵する、えー、歴史的な悲劇と言われます。 まあ第一次中東戦争の結果75万人のパレスチナ難民が生み出されるでこれに対応して国連ではパレスチナ難民を救済するための機関が作られます、えー、後にどんどん増えていくことになります第二次第三次の中東戦争も戦われるので結果として500万人以上の難民登録がなされているという、えー、現在に至るもなお大変な悲劇 が起きていたわけですそういう形でユダヤ人難民パレスチナ難民をいかに救うかということが国際課題として続いていたそれがさらに20世紀末そして21世紀、えー、世界中各地の難民へと波及していくことになりますパレスチナ難民に関連して2冊だけ本をご紹介しておきます、まあ、優れた本たくさんあるんですが 一つはサラ・ロイさんのホロコーストから画材ホロコーストから泣く場へということになりますが、サブタイトルがパレスチナの政治経済学ということで、オカマリさんたちが翻訳した本が出ています。こちらは割と本格的な著作ということになりますが、もう一冊入門書といいますか、この母と子で見るパレスチナ。 ということで、えー、非暴力で占領に立ち向かうという本が、これは草の根出版会というところから出ています。著者は、えー、憲法学者の清瀬愛沙さんです。えー、彼女は現地に行っていて、えー、銃撃のために怪我をした日本人ということでも知られている方ですが、 現在室蘭工業大学大学院の教授をされています次に大きな国際的なテーマになったのがベトナム難民あるいはインドシナ難民と呼ばれた難民です、まあ、ベトナムカンボジアラオスここがまあインドシナとなりますがこの地域は長い間フランスの植民地だったわけですが第二次大戦時日本が占領をします この時にも大変な悲劇が起きていますが日本が敗北した後フランスが戻ってきますベトナムの独立運動とフランスの支配がぶつかる形になりますが何度も何度も協議をしながらしかし戦争状態になってしまう残念な事態がずっと続きますが1964年にトンキン湾事件が起きてというか起こしてアメリカが参戦をすると アメリカが事件を自分で引き起こしながら被害を受けたと称してベトナム戦争に乗り出していったのが1964年になりますそれから12年間アメリカ対ベトナム当時の北ベトナムとアメリカの戦争が行われることになります結果的に1975年にサイゴンが陥落してアメリカ軍が撤退することになります、まあ アメリカが歴史的にに味わわった数少なない敗北の戦争ととうう言われることになりますでアメリカによる戦争終結に伴う混乱の中変動の中で難民が生まれていくことになります。それまでアメリカに協力していた人たちが自分の身が危ないということで逃げるということもありましたし また鍵かっこつきですが社会主義体制移行による難民ということも言われました、まあ、当時の南ベトナムから大量の難民があふれ出るということになります、まあ、推定140万人とされていますその多くの人々が米軍やアメリカの船舶に救助されるわけですがそれでは到底足りないということで 自分たちで船を出出して海に出る。これが当時ボーートピープルと呼ばれた大量の難民です。どれだけの人が助かりどれだけの人が海に消えていったのかわからないということに残念ながらなりますで当時これは日本でも大きな問題になりましたで1975年にボートピープルの一部が日本にやってくるということになります でところが日本政府は難民は受け入れない、まあ、当時も今もそうですが基本的に受け入れない政策をとっていますこのために75年から76年7年大量の難民が発生した時に日本はこれを助けなかったわけです アメリカは80万人の難民を受け入れました、まあ自分の責任ですから当たり前じゃないかということもありますけれども80万という大規模な数の難民を受け入れていますオーストラリアが13万カナダも13万フランスも10万という数字になっていますでこの時日本が受け入れた難民が1万1000人という非常に少ないわけですこれ単に少なないいということうではなくて ベトナムから一番近い経済大国、日本であったにもかかわらず助けけなかったとといいうこでです。す他の国々は遠いわけですね。当時ニュースでよくやっていたのはノルウェーとかスウェーデンがベトナム沖に船を出して難民を救済するでその人たちの行きたいところに送り届けるということをやっていたというのがニュースになっていました。 ノルウェーやスウェーデンというのはベトナムから見れば地球の反対側はるか遠くからわざわざ船を出して海上のボートピープルを助けていたところが日本は助けなかったということで国際的な非難が集まりまりすもちろん日本も何もしなかったわけではないんですが、まあ、若干遅れて79年に財団法人アジア福祉教育財団の中に難民事業本部を作ってます。 まあこの本部の方たちは真面目にいい仕事をされたと思いますがただこの時はすでに大量難民はいない7567年が大量難民発生期なのでそうではない時期に難民の受け入れをすることになりますで80年に日本はようやく難民条約に加入しその後定住促進センターを作って難民受け入れを まあ数は少ないですけど、えー、していたということになりますで。これが当時の日本の難民政策ですがこのことは現在も問題として続いているということになります。でアジアではインドシナ難民はその後も続きます。えー、米軍のカンボジア空爆もありましたしそれからいわゆる中越戦争中国とベトナムの戦争もありましたのでインドシナ難民は続きます。 さらにインンドシナののの西側のビルマ、ンマミャ難民もいます。さらにアフガニスタンの難民そして21世紀にはイランイラクシリアなど各地の戦争または内戦の中で多くの難民が生まれるということになります最後に日本の入管政策について少し触れておきます難民受け入れをしなかったわけですが 日本の入管政策というのは第二次大戦後1950年代に入国国管理と外国人登録をセットにした体制が作られます。でこれが当時の官僚たちの言い方で言うと世界で最も優れた出入国管理外国人登録体制であるというふうによく言っていました、まあ、自我自賛していたわけですでその実態は実は朝鮮人排除と管理の法体制です というのも1950、60、70年代のいわゆる外国人というのはほとんどが旧植民地出身者在日朝鮮人、中国人の人たちだったわけです。この人たちを管理するための法体制として出入国管理と外国人登録の体制を作っていたということになります。で、まあ、その中身というのはまずは国民に対してはパスポートによる管理。 朝鮮人に対しては再入国許可証を発行するかしないかという、まあ、日本政府の側が選択権を持っているシステムを作ります再入国許可証はパスポートとは全く違う国際社会には通用しません日本に再入国することが許可されるというだけの許可証になりますそして管理の方はいわゆる指紋捺印義務とか 外国人登録証常時携帯義務などがありましたし、外国人登録の中身も日本人の住民登録とは全く違って、家族登録事項をはじめとして、ですね、様々な事項が記載必要であって管理していたものです。ただ、このシステムは1991年に一定の改善がなされて、一部の問題は解決をするということになります。 でところが、その後、えー、このシステムは再編成されることになっていきます。この時代、1990年代以後は、在日朝鮮人ではなくて、それ以外の地域からやってくる移住者、当時は外国人労働者などという言い方をしてましたけれども、移住者の排除と管理のシステム、まあ、難民も含めてですね、そういう法体制になっていくことになります。 それが現在も続いている入管法解約問題ということになります。今年残念ながら解約がなされるということになったわけですが2021年に最初の法案が出た時にはスリランカ人のウシマサンダマリさんが名古屋入管で亡くなる、まあ、事実上殺人事件と言っていいかと思いますが入管による医療 サービスの不提供によっっっててなくなっていったわけです。そのことがきっかけにもなって、えー、法案が廃案になったわけですが2年経つと、えー、また新たな形で出されて解約がまかり通るということになりましたでここで言ってるのが難民の、えー、申請の回数を制限するということそして、えー、強制送還できるようにするということです 先ほど申し上げたノンルフールマンの原則に照らすと問題があるじゃないかと当然なるわけですが難民として認定してないのだから強制送還しても構わないというのが日本政府の対応です問題は難民として認定するかしないか他の国では認定する当然認定されるであろう人たちが日本では認定されないという非常に厳しい 難民基準を日本が独自に使っているために難民の人たちが苦労しているということになりますおまけですが先ほど日本の入管外国人登録体制が世界一に優れているという話をしました当局はかつて世界一という言い方をしてましたしばしば世界一厳しい日本の入管という言い方をしています で確かにそうなんですね。これは島国で飛行場と港を抑えれば入管の行政がやりやすいということもあってですね。なおかつもともと日本列島には圧倒的多数の日本人99%住んでいたので入管体制の構築というのは非常にうまくできていた。まあ、管理する側にとって非常にうまくできている優れたシステムであったわけです。でところが実は 日本の入管は世界一ルーズな入管ででもあったわけです米軍関係者フリーパスという入管の機能が果たせていないなわけです今回 G7 広島サミットに合わせてバイデン大統領が日本にやってきましたけれどもどこに来たかというと岩国の米軍基地から勝手に入ってくるわけですね。 米軍関係者は自由使用のフリーバス、まあ、地位協定に基づいて入ってくるもちろん一応入管の手続きは取ったことになってますけれども、えー、十分な手続きは取られていないということがあります一度問題になったのは沖縄で元米軍の軍属であった人物がいつの間にか沖縄の民間地に住んでいて そこで、えー、殺人事件でしたかね。事件を引き起こした。事件を起こしてから、えー、捕まえてみたら、この人は日本に入国した記録がない。まあ、米軍基地から入ってるわけですから、えー、フリーパスで入ってきて、フリーパスで出ていくことができた。そういう状況がずっと続いていた。これが当時問題になりました。つい最近も問題になりました。新型コロナで 出入国管理を厳しくして外国人の入国を規制していたわけですがところが米軍関係者にはその規制は及びませんからこのために沖縄で新型コロナの発症率が高いという問題が起きるということがあって沖縄から日本政府にアピールがなされるということがあったわけですでここは日本が実際には手を出せないまあ実上の植民地状態ですから 米軍から見れば植民地に入るのに何の遠慮がいるものかということになりますので実は日本の入管というのは一方で非常に厳しいしかし他方で非常にルーズなそういう体制を持っているということですこれはおまけでした、えー、以上、えー、今回は難民の時代ということで、えー ヘイトにつながる一つの要因をご説明しました。今回は以上でおしまいです。